はい、どうも、しょうてぃみです。りょうへいです。よろしくお願いします。というわけで、本日は前原スポーツさんにいるんですけども、はい、何やらりょうへいさんがね、グローブをちょっと見たいってことで、気になるグローブが3つほどあるということで、3つどころじゃないけどね。どうなんですか50個くらいあるそうなんで、1個ずつ見ていきたいと思います。まあ、とりあえずいきますか。まずどんなグローブが気になるんですか。実際公式買えないけど気になるってなったら純慶さん、小豆色のね。純慶さんは、まあ、正直は気になります。ただ値段が高いっていうのは、まあ、公式やらないから。りょうへいのキルじゃ買えないかな。あ、買えそうだな。りょうへいのキル余裕で買える。3個買える、3個買える。貯金できるね。そういったところもあるんで、公式用でいざ買えるんだったらやっぱりちょっと気になるグローブでは、まあ今は今日はちょっといいかなと。一回用の感じです。なるほどね。とかちょっと気になるのはマーゴ。マーゴはね、この前見せてもらったけど本当に良かったから。マーゴも良かったし、あとはねこれも気になるなって、エールストーリー。これは見たことないなって。このラベルは、これラベル違うのでなんか見たことあるな、うん、はあるんですけど、こういったのはちょっと正直僕見るのは初めてなんで。へえ。ちょっとね、革のね触り心地もすげえしっとりしてるんですよ。 GS? 多分寺田なんで一緒かなっていう。初めて思った、それ GS っぽい感じが、うん、しっとり系のしました。レベル上がってんの俺も。あと48個っす。やんないけど。さあ、やってまいりました。まあ正直気になるのをポンポンいっちゃいます。前回の動画でもちょっと紹介したかな。多分同い年だと思うんですけど、このシュートウクライ選手モデルなんかもすごい気になってます。このカラーリング的にね。すごい。あ、手入んねや。これ子供用だこれ。まあじゃあ湯もみするから。スラッカーはそうなの。湯もみしないと使えないっていうのがスラッカー。え、まあね、そうなの。最初のこの補給面、スラッカーさんってしっかりと言い方悪いってできてない状態でなるんですけど、これを湯もみで直してくる。そういうこと。湯もみありきのメーカーがスラッカーさんなんで。それは初めて知った。なんで湯もみありきね。僕はすごい、まあ、スラッカー好きなので気になってはいますと。頭水この色合い見たことあります。あれ、今永だっけ。今宮。今宮か。これ聞いたんですけど、カラーリングサンディエゴパドレスをイメージしたカラーリングらしいです。千原ジュニアだっけ。違うね。千原ジュニアだっけ。キスジュニアだ。遅いんだよ。これも気になってるけど。だってあと40何個紹介しなきゃいけない。今パドレスって言ったじゃないですか、はい、千原ジュニアとか言ってたじゃないですか、うんうん、千原誠司か。これも気になってます。タティスジュニアモデル、これが本家のタティスモデル。今年から販売されたんですよ。ウェブがちょっと、そう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 。でタオカス折り返しハーフになってる。なんでこれも気になってます。はい、続いてこちらですね。 Z の投手モデルって書いてあるんですけど、多分間違いじゃなかったらちょっと自信はないんですけれども、1月1日付で新しくアンバサダーになった青柳選手モデルじゃないかなと。雨男書いてはないんですよ。もともと栄養モデルっていうのが青柳選手モデルなんですけど、そう、これだったら切りはみなんで大会でも使えるかなって。まあグレーがちょっと危ないかもしれないですけど、ラベルもウェルダーの、しかも特殊な方の。これも気になってます。続いては、まあ僕の大好きなメーカー、まあさ、またまたになんですけど、アトムズ。見たことないですよね、これ。ラベルかっけえですね。で、これ親指のところ見えます。かっこよ、これ。そう、キップ軟式用で、キップレザーっていう。すごいね、これ。何これ。ブラック&ガーディアンって何。バーガンディか。ガンジーじゃなくていやインド人か。聞いたところによると、大谷レザーみたいな感じらしいんですよ。僕もちょっとよくわかんないです。え、二刀流ですか、まさか。違う違う、大谷さんっていう人がやってるタンナーなのかな、工場の。カタカナのあの、あれですか、大谷さん。うん、違う。なんかね、もっと刈り上げんぞ。それはそれで全然いいんだけどさ。これ会社に止められたからここまでにさ。まあしかも折り返しハーフなんでね、あの柔らかく使えるっていうのは結構好きだなっていう。面めちゃくちゃ広いです。もう飛んでる、こう羽ばたいてる感じ、めちゃくちゃ広い。最後に買おうかなと思ってるグローブがこれですね。スラッカー。これスラッカー持ってなかったっけ。いや、何個も持ってます。なんかオレンジっぽいやつ。ホンダコーチモデルかな。持ちすぎて分かんない。なんか青いのもあったよね。青いのなかったっけ。キャッチャーミットじゃない。キャッチャーミットか。あれ、なんでもいいや。え、これしかもさ、あれじゃない、湯もみ加工済みじゃん。さっきも言った通り、スラッカーのグローブって湯もみをしないと使えないグローブって言ったらいいのかな、まあ、使いづらいんですよ。そこをちゃんとお店で湯もみしてくれてるっていうのがちょっと決め手かなっていう。本当はちょっとシュート選手モデルが欲しかったんですけど、いろいろありまして。どうしたのこれ。スキブしまして、うん、大丈夫よ。ちょっとまだ病院しっかりと見てないんで、もしかしたら人体やってるかもしれないみたいな感じなんで、ちょっと自分で湯もみができなくて。え、この茶摘み加工してんのこれ。湯もみね。湯もみか。日本なんか漢字読めないか。茶摘みかこれ。狭山茶みたいなな、これ。色全然違うけどね。これ買うんですか。そうですね、トレジャーにちょっと似てるなと思って。僕の今の一軍グローブがトレジャーなんで使ってない。ほぼ見ないけど。逆にトレジャーしか使ってない。ほぼ見ない。練習でなんか玉拾いで使うぐらい。でも僕の中では今トレジャーが一番使ってるんで、だったら似たような形でポケットとかカーブ似てるんで、じゃあこれにしようかなと。これちゃんとこうなんかこうね、スラッカーは全部そうっすよ。そうなの。ウェブってこれあんま見ないんだけどさ、どう、斜めになってる。これもスラッカーさんだけです。あ、そうなの。オリジナルウェブ。これが一時期ホンダコーチがコーチになってからのモデルで一回これが出た気がするじゃないですか。なるほどね。じゃあこれを何、どうすんの。この時期恒例の臨時収入が、うん、これね、モザイクかけてる。これね、そう、あの一番カンと一番カンあれじゃないの、年末ジャンボじゃないの。違う、機械からの年末ジャンボみたいな。絶
対真似しちゃダメですからね本当にこれ本当にってことでじゃあ購入ってことで僕がグローブ買う時はそういう時なんで、はい、ってことでレジ行きましょう。じゃあすいませんちょっとこちらを。はい、ありがとうございます。こちらになって、そうですね、やっぱはい周東選手が良かったなって良かったですけど、しかもやっぱり片付けをされたということで、片付けを私がやりましたちゃんと片付けしてくれるっていうのがすごいやっぱ嬉しいので、なかなかやっぱ自分自身でできないことじゃないですか。なんでちょっと今回はこれを購入しようと。はい、ありがとうございます。じゃんけんしましょうか。ああ、そうか、あ、負けそうな気がするな。これ僕とじゃんけんして勝ったら通常 10% オフなんですけど、勝ったら 15% オフになります。ここに関しては本当に運だからね。いいよ、最初はグッじゃんけんフッ、おっしゃさっき俺が小学生に勝っちゃったのによし、まあでも 10% でも全然嬉しい。勝ちました。さっきグローブですぐ負けちゃったんでここで取り返したお客さんの分は安くなったよね。そうっす、うん、安っお久しぶりです。袋さんまだ使ってます。わあ、これうちに2枚ありますよ。もうすぐ新色キャメル。うーん、うわあ、欲しかったそれ。めちゃめちゃ愛用してます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、でいけ購入すか。そうですね、早く怪我直して使えるように。まず検査行けよ、検査行けよ、まず CT 行ってください。頼むよ。はい、無事今年の初購入を、ね、去年全然3つぐらいしか買えなかったんで買えたんで、今年もこれ使って頑張っていこうかなと思います。ということで本日は前原スポーツさんの新年初売りにてニューグローブの購入を行ってまいりました。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。そして前原スポーツさんのインスタグラム動画概要欄に載せておきますので、皆さんフォローチェックの方よろしくお願いいたします。はい、本日は以上になります。ありがとうございます。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございます。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。